皆さんは夢をよく見ますか？その夢を目が覚めてからも覚えていますか？私は小さい頃から夢に出てきた光景や相手、自分がどんなことをしたかとを覚えています。それだけならよくある話なのですが、夢の中で怪我をすると数日以内に夢と同じ傷ができたり、同じ街を歩いたり友達と遊んだりと、ある種予知夢のような既視感のような体験をしていました。前置きが長くなりましたが、これは一昨日のことです。私は久しぶりに会う友達とお茶を飲みながら楽しく話をしていました。その会話の流れから先ほどの夢の話になりました。友達も多少同じ体験をしたことがあるらしく、私はみんな同じような体験をしてるんだな、ちょっと深く考えすぎていたのかもと思っていると、友達が、でも私はミオみたいに夢の中で怪我をしても現実で同じ怪我をしたり、その夢の内容を一部始終覚えていたりすることはないよ。それを聞いた私はふとこの前日に見た夢の内容を思い出していました。友達と会ってお茶をしていると、後ろの席にいた喧嘩をしている男女のうち、女性が投げたグラスが友達の、そこまで思い出して私はすぐに友達の手を引いて席を離れました。私たちが席を離れてすぐ、ガラスが割れるような音と静まり返る店内、水の入っていたグラスが友達の座っていた場所に粉々になって落ちていました。私たちはすぐに会計を済ませるとお店を後にしました。私は友達に何度もお礼を言われ、その後すぐに帰ることにしました。帰りのバスを待っていると、横に並んでいた女の人が私の方に近づいてくると、耳元でこう一言つぶやきました。夢と違ったね。小さい頃から見ていた夢があるんです。知らない社への石階段を幼い私が歩いているんです。一歩また一歩と、一生懸命小さな足で歩いているんです。手前には狐のお面をしている男の子がいるんです。時々こちらをちらりと見てはニコニコとしているんです。差し出した手を握った瞬間から、どれだけ山で神隠しにあっても三日もすれば家に帰り着くことができました。小さな頃は周りは森や山や畑しかないところに住んでいました。おじいちゃんおばあちゃんしかおらず、自然と私は
犬の散歩や畑仕事を手伝うようになりました。森の中を歩く。犬のリードを離さないように歩く。家の裏の山を歩く。森の音がこだまして、いろんな音が私を包みます。ノイズやチャンネルを合わせないように、慎重に慎重にずらして音を聞いて聞いて歩く。慎重にずらして選んでも、遊びたがる子は多いもので、本日もそう、出会ってしまったのです。遊ぼうよ。ゆらゆらと揺らぐ影に気がつかないふりをして横を通り過ぎる。耳元でささやかれても気がつかないふり。犬をつないでいたリードが切れた。犬は尻尾を丸めたまま一直線に走り出す。自然に追いかけるふりをして走り出した瞬間に、世界は暗転した。聞こえる問いかけは聞こえないふり。反応はせずにじっと耐える。覗き込まれても、悲鳴でも、泣き声でも、それを無視。無視しないと私は助けてあげようか。優しい声が耳をなぞった。助けてあげるから、全部ちょうだい。あげられるものなんてないよ。あるよ。欲しいんだ。そう。助けてあげるから、ずっと友達でいてね。それから次に目が覚めた時は、自室の天井が目に入った。彼はずっと見ている。私を通して世界を見ている。楽しげに滑稽だと笑う。泣くことはなく笑う。嫌うこともなく笑う。笑いながら壊していく。私を守りながら。忘れそうになると、最悪を
最悪を振りまきながら、静かに、静かに縛っていく。にこやかに、にこやかに、つつましく、つつましく。ただ微笑みを浮かべている。